どうも布施明です。歩くほどに笑ったということで、今日はね、とある撮影に向かってるんですけど、どちらに向かっておりますか？北海道は俺ロンティーなんやけど大丈夫かな。北海道大丈夫大丈夫、産毛がびっしりだった。脱毛クリームのってするやわ、ほんまに。はい、すいません、海ホタルに向かっております。よっ、おーよ。まあ、っていうのも今回オレンジの撮影で、はい、はい、まあちょっと夕日がね、やっぱ綺麗に見えるところで撮影したいと。まあいつもみたいにカバーしてもよかったんやけど、まあちょっとこれは俺のなんかこだわりでね、ちょっと撮らせてくれと。なに、憧れやもんね、スマップ。こだわり、そうよ、こだわり、こだわり鉢巻き。やけん、まあ今回、まあ晴れやしね、今日。いや、めっちゃ晴れ。いい感じの夕日が撮れるんじゃないかなと。よかろうもん、あれ、晴れ男の趣味なんですよ。そうですね、大体晴れっすよ。でも結構久々のなんか外の自主制作映像やけん、まあちょっとね、まあかっちりっていうよりは楽しみながらね。はい、まあ、なんかアウトレットも近いらしいし、イエーイ。ということで今日は撮影一日頑張っていきましょう。はい、イエイ。はい、ということで海ほたる着きました。イエーイ。想像以上の絶景なんやけど。いや、ほんと天気良くてさ、どっちが海か分かんないよね。250度ぐらいのパドラマっすね。え残りの110度。ここ、あ、なるほどね。どっちね。あ、確かに、はい、あ、確かにこっちはあれやけんね。まあ今日でもまあもう昼時やけん、とりあえずご飯食べて帰ろう。帰ろうか。何のために来た。これがあれですよ、皆さん。え、これが水平線です。向こうにし、え、向こうに、え、どっちだ、どっちだ、どっちがどっち、東側から。でもさ、こう東から登って西に沈むんじゃないと。だっけ、あっちが東じゃないと。だってまだ、あっ、だってもう12時じゃん。12時か。え、でもなんか微妙な位置であるんだよ。東沈むの早いよ、東沈むの今早いよ。ってことは絶対こっちやろ。え、もうあんなとこに行ってると、もう1時2時ぐらいのとこにあるよ、太陽。2時ぐらいやん。ね、もう時ぐらい12時なのにもう2時やん。悔しいやん。釣りしちゃった。釣りじゃん。皆さんご機嫌。あ、釣り岡でしょうさん、あのコラボしてください。よかろうもんと申します。いや、だから露骨。さすがに釣り岡さんもオフよか見らんと思う。はい、ということで、はい、オレンジ撮影終了でーす。お疲れさ。やばいね、夕日。見てこのオレンジ。え、ちょっとスマホじゃ映り聞けないけど。エモいの撮れたね。いや、超エモい。エモエモ。と写真とかもなんかいっぱい撮りよったっけ。いや、撮ったよ。じゃあファニコンにあげます。でも本当に今日空めっちゃ綺麗やん、空の色。空がね、海みたいだったよ、なんか。見てこれ。どっちの海ってほら。飛び込んでるかな、この空にな。あ、めっちゃ綺麗だ。うわぁ
これは今年30歳になる男の。うわよ。すごいよ。すごい綺麗これ。あいい。ということでまた次の動画でお会いしましょう。せーの、ソイヒー。